介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具、および要介護者等の技能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象となります。介護保険の対象となる福祉用具は、貸与が原則ですが、入浴や排泄に用いる貸与になじまない福祉用具については、購入費が保険給付の対象となります。介護保険対象の福祉用具はこちらです。上2段が貸与の対象、下段が購入の対象です。本動画では、介護保険の対象となる福祉用具のうち、比較的利用者の多い杖について、種類、注意点等を紹介します。世田谷区の介護保険・福祉用具購入に関わる訪問調査事業で訪問調査員をしております。全国福祉用具専門相談員協会会員の林良介です。杖にはご利用者様の身体状況に合わせて適している高さがあります。まっすぐ手を下ろしていただいた時の手首の高さが適している高さといえます。ここからは介護保険を使って貸与ができる杖をご紹介していきます。画面左から順番にご説明していきます。まず、他店杖についてご紹介していきます。こちらの他店杖は、杖の先が3から4点に分かれているため、杖の先が1点の杖よりも安定します。筋力低下や片足に麻痺がある方などに向いている杖といえます。他店杖には様々な種類があり、こちらの杖はついた時に支柱から先が稼働することによって傾斜などにも対応することが可能です。またこちらの他店杖は他の他店杖に比べて杖の足の間隔が大きく広がっています。より安定感があるので、歩行が不安定な方や転倒リスクの高い方に向いています。次に、特殊杖のロフストランドクラッチについてご紹介していきます。こちらの杖は、カフと呼ばれる輪っかの部分とグリップによって体重を支えています。地面についたとき、体重の分散がしやすく、こちらの杖も片足に麻痺がある方などに向いていると言えます。より安定した歩行が可能になります。松葉杖のご紹介をしていきます。松葉杖は両脇に挟んで使っていただく杖です。体重を上半身のみで支えるので、麻痺や骨折、捻挫など患部に負荷をかけないようにしながら、歩行が可能な杖となっております。最後に、介護保険対象外ですが、皆様に一番馴染みのある T 字杖をご紹介していきます。こちらの杖は、体力に自信のない方や足や膝に痛みを抱えている方に適していると言えます。こちらの持ち手の部分を人差し指と中指の間で掴んでついていただいて使うことができます。以上が杖のご紹介となります。福祉用具の利用を検討される場合は、担当のケアマネージャーまでご相談ください。特定福祉用具を購入し介護保険を適用する場合、自治体への申請が必要です。その審査過程で、ご利用者様の状態や利用状況を確認するため、福祉用具利用に関する専門的知識および経験を有する調査員が区から委託を受け、訪問調査を行っております。